SDGs。 それは未来を笑顔にするための世界共通の目標です。ミシンや椅子など7種類9点が並びました。長崎市が先月、木場町でリユース品の無料の譲渡会、長崎市リユース倉庫木場を開きました。受付が始まる午前8時前におよそ30人が集まったため、先着順ではなく抽選で譲渡先を決めました。当たるとは思ってなかったのでちょっと嬉しいです。使いたい人にも物が巡っていくのがいいなと思っております。掘り出し物があるかもしれない。訪れた人は品物を吟味します。この日26人が希望して一番人気だったのがミシンです。頼まれてですね、いや、あるから行ってくれって言われて、あ、ちょっと驚いてどうしようかと、よかったのかなと思ってますけど。譲渡会はゴミを減らしリユース意識を高めてもらおうと市が SDGs の取り組みの一環として行いました。粗大ゴミの中から選別した品をインターネットの地域特化型掲示板に投稿し希望を募っています。当選した人は嬉しそうに受け取った物品を車に運び込み家路についていました。リユースってリサイクルとは結構よく聞く言葉かと思うんですけれど、まだなかなか浸透してない言葉なので、いずれですね、その当たり前にリユースっていうのがその生活の中で選択肢としてあるような状態に持っていければと思っております。この無料譲渡は先着順で、祝日を含む月曜日から金曜日の午前8時から午後4時半まで長崎市リユース倉庫木場で受け付けています。未来を笑顔にするために、フォーザフューチャースマイル。